唇のヒアルロン酸に密着してみた。元麻酔科のゴッドハンドに麻酔をかけてもらったよ。神の手なので安心して、私の身を委ねられます。痛いのが苦手な私でも、ゴッドハンドの手にかかれば、このポーカーフェイス、うちの院長をマジ天才です。唇は、ボルベラという薬剤を使用していくよ。麻酔が効いていないと、激痛な部位なんです。でもゴッドハンドの手にかかれば、痛くも痒くもありません。そう、私は無敵モードに入ってます。まるでマリオカートのスターになった気分です。まずは唇の輪郭を形成していくよ。今回はアナゴさんの唇でオーダーしました。来月沖縄で海に入るので、海洋生物たちに負けないように、形から入ります。手術が終わりました。手術後は麻酔効いてて少し話しづらいです。絶対ヒアルやるなら先生がいいと思います。ドヤ顔なんでお前がドヤっとんねん。これで沖縄の海も安心して泳げます。ゴッドハンドの手によって満足すぎる仕上がりになりました。ありがとうございます。ゴッドハンドのおかげで毎日のメイクが楽しくなりました。